こんにちは、インストラクターの土屋彩子です。今回はオフィスで座ったまま簡単に行える腕のこの部分のストレッチをご紹介したいと思います。まず右腕をまっすぐ前に伸ばします。指先は下に向けましょう。反対の手でこちらの指先を覆います。息を吐きながら胸の方にぐーっと指を引きつけていきます。この際にこの部分が伸びていることをしっかりと感じてください。今度は反対の手を行います。左手を前に出して反対の手で指先を覆います。息を吐きながら手前に引きつけていきましょう。これは、どんな場所でも行えるストレッチになります。オフィスであれば、長時間のパソコン作業の合間に、お手洗いに行くついでにストレッチして、ぜひここの部分の血流も良くしてあげてください。ありがとうございました。